東京都知事候補無所属高島隆七71歳高島駅団総本家4代目総裁を襲名して40年チベット・ダライ・ラマ法王より昭和62年に先天大使の称号を受けたでは続いて高島隆鳳さんの政見放送です 私高島駅団総本家高島隆法と申します皆さんこんにちは東京が危ないという私は発想でこの都知事選挙に臨みましたなぜ東京が危ないということかといえばそれはこの災害大地震そういったものに対しての本当の この対策ができているかということは？私は？まず、都民の皆さんも安全に持っていくためには、それが第一だと私は思います。それと、またどうして危ないというのか弱者の味方であり、私は高島劉邦、いろんなことから声をたくさん聞いています。なぜその声を聞くかということは私が。 都民の見えない部分から声を聞いているから、ここでお繋がをするわけです。まあの高齢者。の方の要するにこの？年金年金をカットされてカットされて、今ではもう1割以上カットになっているというのが本当にこの弱者をね。 本本当当ににいいじめててるとは申ししまませんが本当に苦労しておりますその中に我々がその都民の皆様と一緒になって政治を参加都民の全員参加して政治をやっていきたいというのが私の考え都庁の中に都にダイヤル110番というものを設置して皆様が 本当の声をどんどん聞かせていただいて、私は今まで政治家をやっておりません、しかし、政治家の方にもいろいろアドバイス、指導はしてきました、今回私が本当に政治をやっていくというのでは、私は政治の、分からないかも分からない、けれども、都民の皆様と一緒にやるということが、本当のこれは政治、東京都をよくしていくという第一番だと思い,思います。 築地の問題にしても東京の台所これは汚染されたらだめということも考えてまた東京オリンピックはどうかこれは私は賛成だと思いますなぜ賛成するかということはこれは世界平和につながっていくからでありますせ世界平和ということはどういうことかといえばやはり隣の国で中国とかそれから 北朝鮮とか、皆さん、韓国とか、皆さん仲良く、近所から仲良くしていかなければいけない、そういった意味においては、ぜひこれは、このオリンピックをやる、ただし、愛知万博のように、企業一般参加型、そして税金は最低限にするということが一番大事だと私は思います。そういういこの、 高齢者の弱者、の弱それから駐車場いろんなことも何度も申し上げますがこの本当にこの運搬業者運送会社これは本当にこの皆様方が運転をされる方はわかると思いますその中におきまして運送会社も普通の駐車と。 同じように駐車違反を受けられて、すすごく泣いていいてる弱者がいますこの人も救わなければいけない、見直しをしなくちゃいけない、そういうように私は正義感を貫いて、本当に一人一人の声を都民の皆さんに聞かせていただいて、その代表となって、私はどん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 とそれを改造して、本当に住みよい、 安全な、安心して、安泰していける、その保障というものを皆さんに訴えたい、本当に保障がどこにあるのか、皆さんそれぞれ自分ではあいいことを言いますが、真実に誰がどこまで本当にこの統制をやっていけるかというのが、一番寛容かと思います。どう,どうかこれ、皆さん、もう一度申し上げますが。 一番私は今すぐに言いたいのはこの運送関係の方も駐車のあども一緒これを分けて見直しをしなきゃいけないということに思います。どううも本当にありがとうございました無所属 高島隆芳さんの政見放送でした。